はいぞい、はいさい。今日も猪苗代の隣の中城にやってきました。そうではないですないけど、うん、はい、中城にやってきたんですけども、うん、ちょっとねこのお店を紹介したくて来ました。鶏と卵の専門店、鶏玉です。めっちゃ書いてますね。卵が専門店、はい、鶏と卵ね、うん、すごくね卵とかにもこだわった店らしくて、はい、まあ俺たちちょいちょいプライベートで来てるんですけど、そうそうそう、来た時にすごい美味しかったからね、うん、とっても美味しいんで、うん、まあ、みんなにも紹介したいなっていうことで、はい、じゃあみんなに紹介していきましょうか。はい、いきましょう。はい、ということで店内入ったんですけども、うん、まあね、メニューはさっきの券売機で買うんですけども、はいはい、まあ、メニュー表もねこんな感じあって、うん、まあ一旦これですよ、ビッグワングランプリ受賞したゴロゴロ卵たっぷり、初代ですよ、初代。そう、これ頼みましたんで、はい、そしてあと一個ね、うん、俺が食べるやつは、まあ、これですね、店長さんおすすめの台湾辛そぼろですかね。辛そぼろ、はい、鶏辛そぼろですかね、はい、これもねおすすめということで、うん、じゃあ待っていきましょうか。はいはい、はい、ということで、はい、届きました。届きましたね。でまず知ったのが、はい、台湾辛そぼろ、うん、台湾鶏辛そぼろ月見丼でございますね。なるほど、こうです。やばいよ、しかも100円引き割引券ついてます。みんなついてくるわ。はい、全員ついてます。はい、そして俺がね、はい、ペッグワングランプリの覇者、これ優勝したやつですね、はい、ゴロゴロ卵たっぷり黄金タルタルのチキン南蛮でございます。ちゃんと言えました。言えた。言えましたね。今日言えるか心配だったの、ね、うん、じゃあこれからいきます。もちろん、いやーこれね、うん、なんかエッグワングランプリっていうのが2017年に、そうそうそう、第1回かな、あったらしくて、初代グランプリという、初代グランプリ、ちょっと卵がさ、卵が見てこれさ、うん、タルタルソースってさ、卵こんなにでかくないんですよ、普通。そうそうそう、そう、もう卵も楽しめる。そう、鶏玉さんのこのタルタルソースは卵すごいんですよ、半分に割っただけですから。琉球の卵、沖縄さんですよ、はい、じゃあ早速食べましょうね。はい、食べてください。スイッチに行きましょう。タルタルソースもね、しっかりつけて、はい、いただきます。うわ、うわ、うまそうですね。これは米が進むやつよ。うまっ、いいね。もう口にもいっぱいタルタルつけちゃって。美味しいよ、そりゃ美味しいな、これは、うん、おー、そのままいきましたね。大男の食べっぷり。すごいぞ。今日はチキン南蛮の、はいはい、定食を頼んだわけですよ。頼みましたね。定食だと、うん、なんと、なんとじゃん、キュイーン、これがつきます。素晴らしい。見てわかる。いや、まあまあプルプルなのはもう知ってるけど、車さんくていい、うん、なんか卵も2種類選べて、はいはい、普通のだし巻き卵か、はいはい、このアーサー入りの、アーサー入りね、はい、だし巻き卵かということで、これは店長さんおすすめで、そうそう、特殊な、はい、機械ですか。そう、特殊な機械を使って、うん、あの作ってる卵なんで、あ、なるほどね、うん、これだけプルプルになると。なるほどね、そういうことですよ。見てください、見えますか。まあまあ見えるけどね。ちょっと食べてみましょう、はい、せっかくなんでね。ちょっとアーサー入りの卵食べてみましょうね。卵、はい、ね、うわ、うまそう。いただきます。いい、ね、匂いはなんか結構私の匂いする。いただきます。プルプル、あ、プルプルというよりはプルプル、うん、めっちゃアーサーの味がする。そっちの方が強かった、うん、美味しい。アーサーうまいよね。そうそう、しっかりやっぱりなんかだしの味付けっていうのがあって、うん、香りはアーサーみたいな、うん、いいね、これ美味しいわ。見てください、これ、はい、何か分かりますか。これ おちょこって言うんですか、なんて言うんですか。そう、なんだろう、まあ、それがおちょこ、そっちですね。これおちょこで、はい、これスープなんですよ、うん、注ぐやつって言っていいですか。そうそう、もう鶏ガラのスープだと、はい、鶏出しのスープ、はい、これをこんな感じで入れて、オシャンティーですな、昔のお偉い人の飲み方よ、それは。いや、違う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 、違うでしょ、クルーじゃないから。おちょこに出汁を入れて、うん、いいね、飲むと、うん、おしゃれですよ。おしゃれですね。じゃあね、僕は結構今食べたので次弟の場合行きましょう。ピヨ、はい、俺のターンでございます。ドゥー、
おう、はい、ディスク持参はい、あディスク、新しいディスクプレゼントに買わせたね。いらないな、本物は、あの本物、1万円くらいですね。こっちにポンって出しておきましょう。プロレスラーかはい、ということでですね、はい、まあ、僕が頼んだやつはですね、うん、感じます。ずっと見てるの、台湾鶏からそぼろ月見丼でございます。はい、これでございます、はい、こちらです。君がね、月見みたいだぞ、はい、いきたいと思います。もういっちゃっていいですか。こうですよ、こう。お箸で行くタイプなんですね。お箸で行きます。丼はお箸で行きます。わかりました。こうやってね、崩しちゃって。ああ、いいですね。こうですよ。いや、絶対うまいでしょ。いや、絶対美味しいよ、これ。いや、もう匂いがいいね、すごい、うん、ちょっと辛そうな匂いもしますけど、本場台湾のね、うん、この肉そぼろ、台湾を味わえる、再現してるということで。なるほど、台湾を感じれるか、じゃあいましょう。誰に向けてきたの今。感じれるか、いただきましょう。うん、すごいうまい。なんかこの中城店のあので初めて出たメニューらしくてみたいね、うん、それで店長さんがねとてもおすすめって言ってたんで食べてるんですけど、やっぱうまいですね。おすすめするだけはあると。おすすめする。はい、そして、うん、魚もちょっとチョイスしていこうかなと。チョイス、チョイス、トッピングね。トッピングですね。俺たちチャンネルでずっと日本語下手だから。チョイスはそもそも日本語じゃないから。日本語じゃないか、使い方が間違ってるんで。そうそう、食べてみよう。辛さに辛さを加えていく。スプーン使おう。確かに。どんどんです。俺も思った、一回行って思った、ね、じゃあいただきたいと思います、はい、いや絶対スプーンだわ。絶対スプーンだわ。これはそれはそうだよ。いただきます。食べやすさが違うし。あ、もううまい。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 魚入れても全然違う。あ、もう変わる。うん。あ、うまっ。進むくんですね。ご飯が。うん。うん。はい、ということで見事。はい、見事無事完食いたしまして。いや、すごい量ですから。量多いよね。うん、量多い。いや、定食だとさ、うん、この大きい卵と卵かな、はい、もう出汁もついてくるので、うん、やっぱお腹いっぱい食べられるわけですよ、うん、もっと食べたいとは。もうご飯も大盛り、大盛りもね、もう今日普通盛りだったけど、うん、まあお腹いっぱいよ。しかも、うん、あの定食だったら卵かけご飯無料ですから。そうそうそう、15時からだったか、はい、15時以降からですね。15時以降ですね、はい。いや、もう本当に卵をね、うん、もっともっと楽しみたいという方もぜひですね、うん、卵かけご飯も食べてほしいなと思うしね。あとね、プリンですよ、プリン。あ、そうそう、プリン、うん、前回あの来た時にね、うん、プライベートで、はい、プリンも頼んだんですけど。そう、プリンもめちゃくちゃ美味しかった。濃厚の濃なんです。はい、はい、もう全然今日はちょっと食べてないですけど。そう、もうお持ち帰りしようかなと思って、うん、横にポンって出しときます。はい、お願いします、はい、でね、この中城店、埼玉の中城店の営業時間なんですけど、はい、お昼11時から、はい、夜9時、はい、で、定休日はなんとないという。ないですね。年中無休、その時間だったらいつでも鶏玉さんのご飯が食べれるということで、うん、食べれますね。で、あのまたテイクアウトとかも、うん、やってるみたいなので、はい、まあ、ぜひぜひね、ちょっと店内で食べる時間ないという方は、うん、まあ、テイクアウトで楽しんだりとかもいいのかなと思います、うん、はい、はい、本当にね、今日はたくさん、うん、美味しいご飯いただきました。お腹いっぱいでございますよ。はい、という感じで今日はね、うん、こんな感じで動画終わりたいと思います。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、鶏玉さんとっても美味しいんで、みんなぜひ来てください。はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。